104期訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団、壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団、そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団。特に内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。彼もまた3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いた。ついに解散式の夜を迎え、彼は同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニー・スプリンガー、7番マルコ・ボット、6番ジャン・キルシュタイン、5番エレン・イエーガー、4番アニ・レオンハート、3番ベルトルト・フーバー、2番ライナー・ブラウン、主席ミカサー・カーマン。以上10名。ただしこれはあくまで訓練場の成績であり、実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ。成績上位に入らなかった者もよく考えておけ。自分に何ができるのか、何をなすべきなのかをな。後日配属陛下を問う。これにて第104期訓練兵団解散式を終える。以上。からどうぞ。ああ、俺はあれからエレンとアルミンの二人と交流する機会が多かったんだ。エレンの長所はとにかく根性だな。絶対に諦めない不屈の闘志を持っているやつだ。アルミンの長所は頭の良さと負けん気の強さかな。体力面の不安を補うために陰ですごく努力してるんだ。根性と負けん気か。二人とも訓練に対する姿勢とか考え方に長所があるってことね。うん、そういう長所なら俺たちも見習えそうだろ。それでミーナはどうだった？私はミカサとクリスタの二人と仲良くなれたかな。ミカサはどんな状況でも慌てずに自分の感情を制御できるの。ただしエレンに関すること以外はだけどね。クリスタはいつも周りの状況をよく見てる。仲間の動きにも気を配って、それってすごいことだよね。ミカサの長所は真似できそうにないけど、クリスタを見習うことはできそうだな。じゃあ次はお前だ。よし、
今回の報告会はこれで終わりだな。話を聞いてすごく参考になったよ。私もみんなと仲良くなれて、役に立ちそうなことをたくさん学べたかな。もう豚小屋に帰れなんて言わせないんだから。これからももっとたくさんの仲間と交流を深めて、いいところを学んでいかないとな。そうだね。みんなと学び合って、助け合って、立派な兵士になれるように、これからも頑張ろう。お前はすごいよ。すげえよ。私は私の意思に従う。私は生き残るさ。王の近くで働きたいな。ありがとう。兵士の責任を果たす。僕もやれる。こんにちは。私はエレンを守る。
おかげさまで。なんだよ。今の動きやりますね。私、あなたの立体軌道が気に入りました。ありがとうございます。あなたの動きも獲物を確実に追い詰めるような狩人っぽさを感じます。そうだ、いいことを思いつきました。私と一緒に狩りをしませんか？あなたならすぐにでも獲物を捕らえられますよ。やってみましょうよ。私がみっちり教えますから。決まりですね。あー、楽しみです。これからはちょくちょく誘いますから、力を合わせていきましょう。やったな。惜しかったな。お前なら10位以内に入れると思ったんだが。そうなの？みんなの評価では君も有望だったのに。だがまあ僅差だったんじゃねえか。お前なら上位10人と力量はそんなに変わらんだろう。教官も言ってたが、実戦で使い物になるかどうかは訓練成績の順位だけで測れるもんじゃねえだろうしな。憲兵団に入らないって本気なのか、エレン。せっかく上位10人に入ったのに。最初から決めてたことだ。俺が訓練してたのは巨人と戦うためなんだからな。死に急ぎ野郎のことはほっとけよ、マルコ。俺たちには内地での快適な暮らしが待ってるんだからよ。やっとこのくっそ息苦しい前線の街から脱出できるぜ。じゃあ内地に行かなくてもお前の脳内は快適だと思うぞ。なんだと？じゃあもうやめろよ。俺が頭のめでたいやつだとそう言いたいのか、エレン。違うな。俺は誰よりも現実を見てる。人口の2割以上を失って答えは出たんだ。人類は
巨人に勝てない。確かに、ここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。俺たちは何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄して、おとなしく巨人の餌になるのか。冗談だろ。得た情報は確実に次の希望につながる。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。俺は巨人を一匹残らず駆逐して、この狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。あ、待ってよエレン。行きたきゃ壁の外でもどこでも行け。俺は絶対憲兵団に入る。休息も兵士の仕事だ。やってやる。やあ。いい品が揃ってるよ。何を作りたいんだ。また来てくれよな。いい品が揃う。また来てね。や。休息も兵士の仕事だ。はあ、負けない。見どころが何人生き残れるか。人類の活動領域を囲む壁には、突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで、巨人の標的を絞り、守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には中ドン兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間、中ドン兵団と共に
さまざまな任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。は？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ、お前だけじゃない。皆さん、上官の食糧庫からお肉取ってきました。は？なんで俺を見るんだよ。大丈夫ですよ、後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから、うん、ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。ああそうだ、コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？ああ、俺もだ。と見たこともねえもんがたくさんあるんだろうな。あの日お前もいたんだろ、志願しなくに。お互い目的を果たせるといいな。二人とも早く作業に戻らないと上官にバレちまうぞ。ああ今行く。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。以上巨人を町に侵入させてたまるか。行ってやろう。この時のために訓練してきたんだ。成果を見せてやる。奴を討伐するぞ。立体軌道で背後に回ってうなじを削ぐんだ。まず手足を落として動きを止めた方がいいな。狙い通り。
気をつけろ。アンカーを刺してても長くは持たねえぞ。完璧だろ。やった、訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。薬を使って手当てしろ。相手は巨人なんだぞ、気をつけろよ。次から次へと入ってきやがって、一匹残らず駆逐してやる。大丈夫か？こっからは俺も戦うからな。私も行きますよ。きっとみんなで戦えば、なんとかなります。俺たちで巨人の注意を引く。その隙に、お前がうなじを狙え。
なの余裕だ。捕らえた。落ちたら俺たちでもなんとかなった。勝てる。人類は巨人に勝てるんだ。エレン、これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しまうぞ。あなたも大丈夫ですか？無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。なんだ、目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。やってやるぞ。捕らえた。巨人が警戒してるみたい。奴の向きに注意して。危なかったら一旦距離を取ろうぜ。狙い通り。巨人のところに行ったんだ。なんだって。早く援護に行かないと。よし、みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください。巨人が近づいてきます。あの巨人、さっきのより強そうだぞ。様子を見て一気に背後に回るんだ。立体軌道で一気に背後を取っちまえ。巨人相手にお前すごいな。なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ一人で超大型巨人と戦ってるぞ。
巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。